エドガーダ・ダイクストラ、エドガーダ・ダイクストラ、エドスガー・ワイ・ビー・ダイクストラ、1930年5月11日から2002年8月6日は、オランダ人の計算機科学者。1972年、プログラミング言語の基礎研究への貢献に対して、チューリング賞受賞。構造化プログラミングの提唱者。1984年から2002年に亡くなるまで、 テキサス大学オースティン校の計算機科学のシロンバレ、先手にあるチェアを務めた。2002年の死の直前、プログラム計算のについての仕事に対して、ア夢ムポッドックインフルエンシャルペーパーアワードを授与された。この賞は、翌年からダイクストラを称えてと呼ばれるようになった。エズガーダイクストラと表記されることもある。オランダ語での発音は、 IPA 表記でで、エツハー・ウィベデ・エクストラに近い。ロッテルダム生まれ。ライデン大学で理論物理学を学んだが、コンピュータ科学の方に興味があることに気がつくのに、時間はかからなかった。最初に、アムステルダムの国立数学研究所、マシュマティッシュ・セントラムに職を得たが、オランダのアイントホーフェン工科大学で、教授職を得る。1970年代初期には、 バロースのフェローとしても働いた。その後、アメリカのテキサス大学オースティン校に移り、2000年に引退した。彼のコンピュータ科学に関する貢献としては、グラフ理論の最大経路問題におけるダイクストラ法、逆ポーランド記法とそれに関連する、創車上アルゴリズム、初期の階層型システムの例であるザ、マルチプログラミングシステム、銀行化のアルゴリズム、 配達制御のためのセマホーの考案などがある。分散コンピューティング分野ではというシステムの信頼性を保証する手法を提案した。ダイクストラ法は SPF、ショーティストパスファーストで使われており、それが OSF やイズ s ズ s といったルーティングプロトコルで使われている。操作上アルゴリズムやセマホ、鉄道でかつて使われた腕二式信号機に、 代表されるが、鉄道を使用した説明でも知られる。1950年代には、当時の他のコンピュータ科学者やプログラマたちと同様、機械語ないし、フォートランのような当時一般的だった、非構造的な言語によって、プログラミングをしていたが、その後早くから大規模なプログラムをバグがないように書く、ことの困難さについて、警鐘を鳴らした一人であった。1960年代後半に、 構造化プログラミングを掲げ、プログラミングの改善について多くの文献や発言を残した。当時のプログラミングでは、ループや条件分けなどのあらゆる制御構造をごと文一本槍で書くしかなかったわけだが、その問題点を指摘した、AKS ア g a i n s t t h ー Go 2 s t a ト e m という文章をしたためる中、ダイクストラには、法和役ニュースなど、 似た問題意識を持っていた他のコンピュータ科学者らの手紙や学会関係の集まりでの交流に基づき改定を重ねたことによりいくつかのバージョンのある文章が多い。しかしその主張はごと文書教運動といったように単純化されて捉えられることも多く、クネウスによれば1971年には情報処理国際連合 IFIP の国際会議であったごと A1 A1 ごとが、いつも、除去されて困ると、ジョークを言っていた、という、ほどに、単純化された解釈が広まっていた、ということ。前述の AKS アゲンストザ・ゴーツ e Go2 s t a トは、コンピュータ科学の国際学会悪夢に投稿され、ーツ2文は、有害とみなされる、ゴー2ー・ステートメントカンジダードハームファルという、刺激的な題名で、学会誌、CACM に、 レターとして掲載されたこの出来事はやはりクヌースによればコディセ一文除去の話の二番目の場面は多くの人たちが大一幕だと思っている事実となった刺激的な題名はダイクストラ本人が付けたものではなく当時編集を担当していたニックラウス・ビルトが付けたものですぐに掲載できるレター扱いを決めたのもビルトであるこれは後に というフレーズが業界の定番となった原点でもある。1972年には、アントニー・ホアとオーレイ・コーリオ・ハンダールとの協著で、ストラクチャード・プログラミングという題名の書籍に、3人のそれぞれの使用分野、ホアは、ホア論理が著名なように、形式手法、ダールは、深夜らの設計者の一人であり、データ抽象、後のオブジェクト思考につながるに関し解説したに、 基づく、より良いプログラミングについてまとめた。以上のような立場から、ベーシックを教育に使うことにも強く反対し、マイコン普及以前の1975年の時点で、すでにメントリミュートレイテッド、ビヨンドホープオブレジェネレーション、回復の望みがないほどに神をダメにされるといった強い、調子で否定する言葉を残している。 ほぼ同じことをマイコン普及初期の1984年にも述べている、ド898。これも、当時に少年期を過ごし、ベーシックを使っていた、現代のコンピュータ科学者などが、私は無事だったようですと、とネタにすることがある。ダイクストラは、アルゴル60のファンとしても知られ、最初のコンパイラーを実装したチームにも参加していた。そのコンパイラー開発に関わった。 ャップゾアナベルトとダイクストラはプロジェクトが関するまで髭を剃らないという誓いを立てた。それは世界初の再起をサポートしたコンパイラの一つである、現代では戻り、バンチや引数をスタックに積む、という再起できるようにするための勝利は空気のように当たり前のことになっているので、突起事項である意味がわからないかもしれないが、それ以前にあったコンパイラ例えば、 世界最初のコンパイラと言われることのある一つである IBM によるフォートランコンパイラは理由あって最適化等は追求していたものの実行時に関数を再起呼び出しすることはサポートしていなかった。1968年にはザと呼ばれるマルチプログラミング方式のオペレーティングシステムの構造に関する論文とコパーティングシクエンシャルプロセッセスについての論文を発表している。 1970年代になると、ダイクストラの主要な興味は、形式的検証に移っていった。当時の一般的手法は、とりあえず、プログラムを書いてから、その正当性を数学的に証明するという、ものであった。ダイクストラはこれに対して、検証に時間がかかって面倒であるし、プログラムの開発手法に何ら洞察を与えない点が、問題であるとした。 一方、検証とプログラミングを同時に行うのが、プログラム導出と呼ばれる別の手法である。まず、プログラムの動作に関する数学的な仕様を記述し、その仕様に数学的な変換を加えて、最終的にプログラムを導き出す。このように作成されたプログラムは、構造上正しいことが知られている。ダイクストラの後期の仕事は、 この数学的手法を効率化することに関係している。2001年のインタビューで彼は優雅さへの渇望について述べていた。すなわち、完全さを求めるのではなく、思考を精神的に処理することが正しいアプローチであると。彼は、例え話としてモーツァルトとベートーベンの作曲法を対比させている。ダイクストラは分散コンピューティングの先駆者の一人でもある。例えば、 彼のセルフ、ステイブルイシングシステムズインスプイト、オブディストリビューテッドコントロールという論文はというサブフィールドを創始した。計算機科学とプログラミングについての彼の意見は広範囲に及んだ。例えば、プログラミングについて2以上なら4を使えという傾向を作り、あるデータ構造の複数のインスタンスを処理している場合、経験則としてそのロジックをループ内に カプセル化すべきだと示唆した。彼は、プログラミングが、本来非常に難しく複雑であり、プログラマーは、その複雑性をうまく管理するために可能な理義と、抽象化を利用する必要がある、という主張をした、最初の人物でもある。計算機科学の抽象的性質について、次のように記している。コンピュータを操作するという仕事は、実のところ当時の電子工学技術の域を超えていて、 物理的装置を動作可能にしてその状態を保つことが当初は何にも、まして重要な課題だった。結果として特にアメリカでは計算機科学という用語が時期焦燥な形で使われるようになり、実際それは外科をナイフ科学と呼ぶようなものである。それが計算機と周辺機器についての科学であるという概念が人々の心に強く植え付けられた。クワドノン。 ラテン語で、それは、正しくない長年のガンとの戦いの末、2002年8月6日、オランダの入念で亡くなった。以下の言葉は、ダイクストラの進言として引用されることが多い。彼はまた、万年筆で慎重に原稿を書く習慣があることでも知られていた。ダイクストラは原稿に、自分のイニシャルである、ドという記号と番号を付与したため、彼の原稿は一般に、ドと呼ばれている。 ダイクストラ自身によれば、アムステルダムの数学研究所を離れて、アイントホーフェ編工科大学に移った後、この習慣が始まったという。アイントホーフェ編に移った後、ダイクストラは一年以上何も書けない状態が続いた。自分を帰り見たダイクストラは、数学研究所の元同僚が理解するようなことを書け、アイントホーフェ編の同僚には理解されず、 アイント方編の同僚が望むようなことを書けば、数学研究所の元同僚に軽蔑されるという懸念があることを発見する。そこで彼は自分自身のためだけに書くことを決め、度が生まれた。ダイクストラは新たに度を書き上げると、そのコピーを同僚に配布した。それがさらにコピーされて、世界中に配布されていき、計算機科学界全体に広がったのである。主題は、 計算機科学か数学であるが、一部は旅行機だったり、手紙だったり、講演記録だったりする。1300以上の度が電子化され、テキサス大学のダイクストラのアーカイブで検索、入手可能である。ダイクストラの空想上の副業として、空想上の企業マシマティックスインクの会長という仕事があった。この企業は、 コンピュータのプログラム製造を商業化したソフトウェア企業のように数学の定理を製造することを商業化した会社である。彼はマシュマティックスインクの様々な活動や課題を考案し、それをドシリーズのいくつかの文書で発表している。この空想上の企業はリーマン予想の証明を製造したが、リーマン予想が正しいと仮定して様々な証明を 行ってきた数学者たちからロイヤルティを徴収するという難題に直面する。証明そのものは企業秘密である。同社の証明の多くは急いで生産され、同社はそれらの保守に追われることになった。より成功した成果として、ピタゴラスの定理の標準的証明があり、100以上存在した既存の証明群を置換した。ダイクストラはマシマティックスインクについて、 これまでに考案された最もエキサイティングで最も惨めなビジネスと評した。ド4431974では彼の創造した会社が世界の75%のシェアを獲得したとされている。ダイクストラはソフトウェアについて様々な発明をしたが自分のコンピュータを所有したのは比較的遅くしかも滅多に使わなかった。 1972年以降のドはほとんどが手書きである。講義の際は黒板にチョークで書き、オーバーヘッドプロジェクタも滅多に使わなかった。アップルのマッキントッシュを購入してからも電子メールとウェブブラウザ以外には使わなかった。以下のようなショート栄養を受けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。